はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、前回言った通り平成天皇から嵯峨天皇に移ったんですが、平成天皇が戻ってこようとします。これは810年クスコの変ということになるんですが、嵯峨天皇に返り討ちにあります。はい、まあ、要するにどういうことになったか、このクスコの辺についてちょっと見ていきましょう。まあ、図が汚いとか絵が絶望的とかにもちょっとあれなんですけど、平成太上天皇がですね、まあ、体調が回復されたということになるんで、お友達2人連れて要するに、戻ってこようとします。はい、藤原のクスコと藤原の中成、はい、こちら藤原のクスコと、藤原の中成、この3人が結託してですね、嵯峨天皇を要するに天皇を返してもらおうぜって言って、まあ、ウェーイってこうやるんですけど、嵯峨天皇この動きを先に呼んでるんで、全員こうぶっ倒すというね、はい、バシバシバシと倒しちゃうということですね。つまり平城内の天皇が藤原のクスコ、藤原の中成って、まあ、実力者2人ですね、実力者2人を要するに言って嵯峨天皇を追い落としてやろうと思ってやったんですけど、嵯峨天皇を先に先制攻撃してしまうと、いう風な感じになるということですね。はい、っていうことなので、この嵯峨天皇がまあ先手を打ったということで、まあ、最終的にまあクスコさんが自殺に追い込まれるということになるんで、まあ、クスコの変ということですね。まあ、要するに謀略を仕掛けた側が先手を打たれて倒されるという事件がまあこうクスコの変ということです。で、これで嵯峨天皇の要するに反対勢力っていうのが一掃されてしまったので、ここから先要するに嵯峨天皇は思いっきり要するに改革を行うことができるということになるわけなんですね。よろしいでしょうか。じゃあこの嵯峨天皇がどういった改革をやっていたのかということを、まあ役職とともにいろいろと見ていきましょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。